はい、えー、ご紹介いただきました安蔵です。えー、と今日はですね、えー、ワイン醸造のことを最初にお話しします。あのワイン醸造はですね、えー、今日の、えー、テーマの、えー、発酵、矯正、えー、腐敗、このあたりと密接に絡んだ、えーまあ、微生物の働きによってできるお酒です。 でワイン、あの世の中にはいろいろなお酒がありますけれどもあのその中で、えー、ワインというのはですね、えー、独特の発酵法ですで。独特というのはですねまあ世の中にあの、えー、純粋培養系のお酒の発酵とまあ今日のテーマにもなってます共生。強制あの えー、複雑な微生物が絡み合って、えー、お酒になる二通りありあますで例えばあの今あの、まあ、私の会社のメルシャンはキリングループに属してるわけですけれどもあのキリンビールであるとかあの大手のビールはですね一回あの麦芽を煮沸して、えーまあ、殺菌してからですねそこに純粋培養した、えーまあ、酵母 ワインの酵母と若干違う酵母なんですけれども、を加えて、まあ、純粋培養で、えー、お酒を作ると、あの非常にあの限られた微生物による発酵です。で、これに対してですね、えー、日本酒であったり、ワインの発酵はですね、えー、まあ、 純粋培養にはしない殺菌して発酵することをしないので、まあ、純粋培養的な発酵ではないでどういう発酵かと言いますと、えーまあ、その微生物を特定の,その、えー、お酒を作り出す微生物を優勢にするというような発酵法をとります、はい、ちょっと今あの先に前振りをしましたけれども、えー ここから、えー、本日の内容から、えー、ご説明いたします。今、少しあの入り口のところ、話した部分ですね、ワイン醸造と微生物ということで、えーワ,インのえー、ワインと微生物の関わりを、えー、お話し,しますであの。ワインの中でもですね、今の日本ワイン、まあ、私が担当している、えー、ワインは日本ワインと呼ばれるわけですけれども、 えーまあ、生活の中にあのワイン、まあ、特に日本ワインというものを皆様にご紹介したいということで日本ワインのこととを、えー、触れたいと思い思ますで最後の部位ですね、えー、最初にご紹介いただいたように、えーまあ、ちょっとしたいろんなきっかけからですね私がここの収支、えー、を出てからあ出たのが95年なわけですけれども。 95年からですね、えーまあ、今まで28年ほど経っておりますで、えー、その、えー、中でワイン作りに、えー、取り組んできたエピソードが映画になりましたので、えー、このあたり今日あの監督の、えー、柿崎雄二様にも来ていただいておりますので少しそのあたりを、えー、お話し,したいと思います。 では最初にあの今日のテーマにも、えー、あるような、えー、微生物のお話をします。今、あのちょっとスライド準備の間、えー、少し話しましたけれども、えー、ワイン醸造の特徴を簡単にご説明します。まああのえー、世の中のお酒と言われるものはほぼ微生物が関与しています。まあ、ほぼアルルコールを作る部分が、 酵母ですねアルコール発酵性の酵母ですでビールであるとか清酒、えー、ウイスキーいろいろありますけれどもその中でワインの、えー、特徴、えー、他のお酒と違うことを一つ挙げるとすると、えー、糖分を含んでいるということですあの大部分のお酒はですね原料が、えー、澱粉というパターンが多いですももちろんん糖類なんですけれども えー、そのままでは酵母は、えー、食べられない形なんですね。でワインだけはですねあの、まあ、ワインだけではないですねワインについて言いますとブドウがもう最初から糖,糖を持っておりますので、えー、糖化の必要がないここがあのワインの一つ大きな特徴です。でもう一つですね、えー、ブドウの果汁これは pH が非常に低いんですね。 あのまあ、ここにはブドウの pH ブドウ果汁の pH として3から3.6というふうに書きましたけれども、えー、ビールだとこれが多分 pH5 ぐらいあの日本酒でも日本酒の場合はあの乳酸菌を生やすことで pH を下げるんですけれども日本酒でもやっぱり5ぐらいの pH です。まあ、pH ってののは対数ですのです えー、5と3ってのは、えー、100倍違うわけですね。非常にあの、えー、酸度の高い、まあ、水素イオン濃度正確には水素イオン濃度ですけれども、えー、いろいろなお酒の発酵の中では酸度が高いそういう、えー、発酵になります。そのためあの酸度に強いあの微生物が、えー、優勢になりますので、えー、ちゃんとしたその酸度に強い あの微生物が、えー、優勢になるような発酵に導くことで、えー、微生物安定性の、えー、極めて高い発酵といえますで。もう一つ、これもワインだけですけれども、えー、酸化防止剤として、えー、アリウ酸、まあ、SO2、まあ、これ、ワインの裏ラベル見るとまず書いてありますけれども、えー、アリウ酸を使う。これもあの、えー、アリウ酸に強い アルコール発酵性酵母が優勢になるということでこれも、えーまあ、我々洗濯圧というふうにあの専門家呼びますけれども、えー、望ましい発酵に導く、えー、洗濯圧になりますあのビールの場合はこういうあのクラフトビールは別ですけれどもあの、まあ、一般に作られるビールの場合は培、えーまあ、地培、まあ、地といえば 培地ですけれどもその、えー、原料ですね原料自体を殺菌しますので、えー、殺菌するということが洗濯圧になっている純粋培養するというのが洗濯圧ですねでここからあとは微生物ではないですけれども、えー、ブドウを作った場所が商品名になることが多いです例えばボルドーというのは、えー、土地の名前ですね あと山梨、あの勝沼、これも、えー、土地の名前です。これはあのぶどうの味わいが土地によって違うという、まあ、そこから、えー、こういう特徴が出ているということです。でもう一つ、ですね、えー、ぶどうの種類、まあ、主なもので200種類ぐらいあると言われてますけれども、この200種類の、えー、ぶどうの味わい、これが、えー、そのまま商品特性になります。 なかなかあの、えー、ビールで、えー、この麦はゴールデンプロミスだとかあのなんとか麦だっていうのはなかなかないと思います。あの日本酒の場合はですね山田錦であるとかあのそういう名前が出てきますけれども、えー、ワインの場合は土地の名前とぶどうの種類によって、えー、商品特性が生まれるということです。 でワインに関わる微生物ですけれどももちろんここに挙げた以外にいろんな種類がありますあの、えー、ビールと違ってあの、まあ、殺菌ということを基本しませんので、えーまあ、いろんな微生物がいますでその中で主なものは、えー、サッカロマイセッセルビシーですねこれは出芽酵母と言われますけれどもアルコール発酵を司る酵母 でもう一つ乳酸,菌乳酸菌というのはさまざまな種類がありますので乳酸菌という一つのカテゴリーですけれどもワインに関わるのはエノコッカスエニというあの球菌ですね丸いあの微生物ですでこの菌についてはこの後ご説明しますでもう一つ酢酸菌ですねこれはは、ワインというのは えーまあ、開放系というふうに言いますけれども発酵するときに完全に密閉系で発酵するわけではないんですねなので空気中の酢酸菌は、えー、ワインの発酵もろみに、えーまあ、入りますで発酵が旺盛な時はいいんですけれどもこの先ほどもお話しあったように酢、えー、酸菌というのは、えー、こう寄生菌です で酸素がかなりないと入ることができない。ということで発酵が旺盛なときは炭酸ガスがたくさん出ますので発酵が旺盛なときはこの酢酸菌はあまりあの、まあ、こっちは悪さをする方なんですけれどもあの発酵が落ち着いてくるとですね酢、うんえー、酸菌あの酸素が入ってくると入、えー、ることがある。でもう1つは酸膜、えー、酵母あの。これはあの 工房の一種なんですけれども発酵が終わって炭酸ガスがなくなった時にですねワインの表面に膜を作るでこの膜を作る酵母今日のお話で、えー、発酵か腐敗かっていうところでこれが一番例としていいかなと思いましたけれどもほとんどの場合はあの腐敗に、えー、の方に分類される働きをするんですが。 ほんの一部だけ、えー、発酵というかポジティブな、えーまあ、性格をワインに与えるということがあります。これも後でご紹介しますで今の中で,です、ね、乳酸菌エノコッカスエニというものはどういうふうにワインに関わるかといいますと、えー、マロラクティック発酵 MLF というのを、えー、ワインではするんですね。 でまあ、ここ、白ワインと赤ワインの代替の醸造の流れを示しましたけれども、あのここ、丸書いてあるところ、えー、白ワインではですね、一部 MLF と書いてあります。MLF というのは、マロ・ラクティック・ファーメンテーションの略で、マロっていうのはリンゴ酸のことです。で、ラクティックは乳酸、えリンゴ酸を乳酸に変える発酵のことです。 ブドウの中にはです、ね、リンゴ酸という有機酸がかなり含まれてましてこれが、えーまあ、発酵中に乳酸菌によってあの乳酸に変わるこういう発酵ですで白の場合は、えーまあ、おそらく全体の3割ぐらいがこの MLF をやりますで赤の場合はほぼ 100%MLF をやります でなんで白で一部なのかと言いますと白ワインというのはこのすっきりした酸が、えー、大事なんですねでリンゴ酸というのは非常にあの爽やかな酸ですので、えー、乳酸菌によってメレフを起こすと爽やかさはだいぶ減退すするんですね。酸味もあのかなり減ります。 ただ、あの、白ワインの中でも非常に重厚な白ワインというのがありますので、そういうものに関しては、赤ワインと同じように、この MLF ということをします。で、えー、マルラクティック発酵はですね、ここにありますように、えー、リンゴ酸を、えー L、L リンゴ酸を L 乳酸に変える発酵です。 でここにあの、えー、電子顕微鏡写真がありますけれどもエノ、えー、コッカスエニという、まあ、かなり特殊な、えー、乳酸菌と、えー、考えられてますでこのマルラクティック発酵どういう作用があるかといいますと一つは原酸作用ですさっきあのマルラクティック発酵をやると酸が、えー、下がると言いましたけれども、えー、リンゴ酸というのは、えー、まあ 我々、二塩基酸っていうんですけれども、あの酸の特徴、酸味を持つ部分が2つあるんですね。ここの部分とここの部分です。で、これが乳酸に変わるとここの部分がなくなりますので、酸味という意味では半分になります。ですので、まあ、マルラクティック発酵をやると酸味が穏やかになる。これがまず1つですね。 で乳酸菌はです、ね、あのワインの中でリンゴ酸だけではなくてクエン酸も、えーまあ、食べますでクエン酸を食べるとです、ね、ダイアセチルという、えー、物質を作りますこれはあの副産物なんですけれども、えー、ダイアセチルができるとです、ね、ダイアセチルっていうのはあの日本酒、清酒では非常にあの出てはいけない香りとされますけれども ワインの場合はですね、このダイアセチルというのは、えー、バターとかヨーグルトの香りなんですね。でこれはですねあの、まあ、特に白ワインですけれども、えーまあ、シャルドネとかそういう品種には非常に相性がいいんですね。なので、えー、MLF の目的の一つは香りを複雑にするっていうことがあります。 でもう一つは、ここに微生物安定性って書きましたけれども、リンゴ酸というのがワインに残ってると、ですね、乳酸菌が生える可能性があるんですね、まああの。この後また出てきますけれども、リンゴ酸というのは、えーまあ、人間が呼吸をしてエネルギーを獲得する、そういう系の中の大事な物質ですので、非常にあの、まあ、エネルギー状態が高いということですね。 あのこれがワインの中に残っていると、えー、ワイン、ボトルの中で乳酸菌が増える可能性があるということです。ですので、えー、この MLF をやることで、えーまあ、ワインの再発酵がしにくくなる、安定性が高くなるという、えー、効果がありますで。さっきちょっとお話したリンゴ酸というのはですね、えーまあ、TCA サイクル。これあの、 人間含め動物の大事なエネルギーを得るための代謝経路ですけれどもリンゴ酸というのはこの tCA サイクルの中に入っている物質ですなので非常にエネルギー状態が高いってことですねまあカロリーがあるって言っていいのか分かんないですけどまあそういうことですでこのマルラクティック発酵というのはですねリンゴ酸 というこの形を乳酸の形に一つの酵素がどうも関与して変化させると非常に TCA サイクルと、えーまあ、あの乳酸の別な発酵で1、2、3段階でいくところを一つの酵素がやってのけるんですねでこれはあの、まあ、かなり大きな酵素だというのは分かっているんですが まだあの完全にどういう酵素かとかそういうのが解明されていません。ということで、えー、他の酵素はですね EC11137 とかこう番号ついてるんですがマ、まあ、ロラクティック発酵の酵素はまだ番号がついていません。ということでここはあのワイン業界、まあ、ワインの研究の中でも、えー、研究がまだ続いておりますけれども実はこの マロラクティック発酵というのがワインの中で起こっているっていうのが分かったのが20世紀に入ってからなんですね。あのパスツールが、えーまあ、影響を与えたボルドー大学で、えー、この MLF という現象が微生物的に分かったわけですけれども、えーまあ、20世紀に入ったってからといっても1950年より後なんですね。 なのでまだまだあの分かっていないことが多いですただワイ,ンのワインの発酵の中では、まあ、赤白を通してみれば6割から7割のワインがこの MLF ということをしていますであとあの、まあ、ワインの発酵あらゆるお酒の発酵の中心である酵母ですけれども、えーまあ、ワインの場合、えー、培養酵母と 自然酵母のどちらかで発しますで培養はですねあの非常にいい特徴のある酵母をですね選抜して培養して、まあ、フリーズドライ化したものが、えー、入手できますで自然酵母は、えー、ブドウの可否、まあ、ブドウの可否にあんまり酵母がいないっていうふうに言われてるんですけれども、えー、いろいろなあのワイナリーの中の、えー、空気中辺りにいる 酵母が、えー、もろみの中で増殖するという、えー、これを自然酵母とか自然発酵と言いますけれども、えー、この2つの、えー、やり方があります。で培養酵母はですねこれはの培養酵母の1つの例をカタログから取ってきたんですけれども、えー、これは VL1 という名前がついてまして、えー、ボルドで、えーで分離された酵母です。 でえー、いろいろ特徴が書いてあって、えー、ベータグルコシダーゼ活性が強いっていうふうに書いてあります。でこれはですね、ある、えー、いくつかの、えー、フランスのアルザスのあたりで、えー、栽培されているブドウの場合ですね、えー、このベータグルコシダーゼという酵素があるとですね、えー、品種の香りが出やすいというような、えー、効果があるんですね。でもちろんこの酵母は自然界から選抜されたものですけれども、 いくつかのここに書いてあるビオニエとかゲブルツトラミナっていうのが品種の名前です。あの、みんな白ワイン用の品種ですで。こういう品種の発酵に適してます。よっていう情報が書いてあるんですね。ということなので、バイオ工房主なもので、今多分50種類ぐらい。あのフリーズドライの状態で使うことができます。で自然酵母でももちろんできます。 でさっき、山膜酵母についてちょっとお話しましたけれども、この山膜酵母、これはの、えー、シェリーというお酒の、えー、発酵の様子です。でこれはの、の樽に入っている状態なんですが、樽の両側をガラスにしてあって、中が見えるようになってます。ふ普段はこんなガラスではやらないですけれども、中が見えるようにガラスにしてあります。で ここあの、表面見ていただくとなんかあのクリーム色のものが浮いているのがわかると思います。これをですね、フロールと言います。あの、最初の先生の、平山先生の時にフローラっていうのが出てきましたけれども、このフロールというのはスペイン語で花という意味ですね、お花です。で、花が咲いたように、あの、温泉で湯の花ってありますよね。 ほぼほぼ見た目はあんな感じですちょっと薄いクリーム色でで、えー、このフロールが入えることで、えー、アセトアルデヒドまあここのここはお酒なんですけれども、えー、ワインの中にはアルコールエタノールがありますでこれを酸膜、えー、酵母が、えー、酸化するとアルデヒド になるんですね、アセトアルデヒドというのは二日酔いの時に頭が痛くなる物質ですけれどもこのアセトアルデヒドというのは、えーまあ、90%以上のワインにとっては厄介なものですマイナスの香りですところがですねこのシェリーのその中でもフィノというタイプでは、えー、この香りが特徴香なんですねなので、えー、まあ発酵か腐敗かっていうと、えー 普通のワインに同じものができて腐敗なんですけれども、えー、このワインの作りでは発酵というふうに言えるんですねなのであの美味しい美味しくないっていうことだけじゃなくてワインのスタイルによって、まあ、発酵と腐敗が分かれる例ですで、えー、このこういうタイプっていうのは、えー、この シェリーっていうのはスペインのヘレスっていうところで作られている、まあ、世界的に有名なお酒ですけれども量は少ないですけれどもこういうタイプのワインというのはフランスにもありまして、えー、ジュラっていうところで作られてますけれども、えー、バンジョーヌという、えー、種類のワインがありますこのバンジョーヌもこうやって、えー、山膜酵母を生やすことで、えー、くるみとかですねナッツみたいな香りが 出るんですねで。ちなみにこのバンジョーヌというのは黄色いワインという意味ですあの赤と白とロゼだけじゃなくて黄色もあるんですねあのこのサンマクコブフロールの影響でワインは黄色みの強い白ワイン白ワインになりますはいあのここまでが微生物のお話ですでここからのまあ微生物 だけではないですけれども、ワインは微生物とブドウの、えー、両方の側面があります。で、日本ワインはですね、えー、日本ワインというカテゴリーが、えー、最近できました。で、この日本ワインについて、えー、簡単に触れて、その後、えー、映画の話に行きたいと思います。まずですね、日本全体のワイン市場。 というのはですね、1970年から2020年まで書いてますけれども、えー、右肩上がりで増えてます。でこの表が1970年から始まっているのはですね70年というのは64年の東京オリンピックと70年の大阪万博で当時はそんな言葉はないですけれどもインバウンドが大量に日本に入ってきて、まあ、ワインを飲むようになったんですね。 でそれをきっかけに日本人もかなりワイン飲むようになりましたので、えー、70年からずっと増えているのは、まあ、スタートはそこだと言われています。でこの98年に1回ピークがあったのは、えー、覚えている方も多いと思いますけれども、えー、赤ワインブームポリフェノールが体にいいという時にものすごい売り上げが増えました。 で今は、えー、当時の量に戻りつつありますけれども若干、えー、減少傾向ですただあの、えー、欧米に比べるとまだまだ消費量少ないので、えー、将来は、えーまあ、右肩上がりは続くだろうと言われていますで日本の中のお酒で、えー、どれぐらいワインが占めているかと言いますと、えー、2021年のデータで ですあの圧倒的にこのビールとですねこのリキュールの半分ぐらいは、えー、ビール的な第三のビールとかああいうものですので、まあ、半分近くがビール系のお酒ということですねでワインは 4%25、まあ、本25分の1ということですまだまだ少ないです で日本ワインというのは、ですねこの4%の中のさらに5%ということですので、まだまだあの市場では、そうそうお目にかからないものかもしれないです。ただ、この何年かで非常にあの、えー、注目されて、量が増えているということです。で日本ワインという言葉あの 初めて聞かれた方もいるかもしれないですけれども、それほど昔からある言葉ではありません。2015年にですね、国税庁から果実酒等の製法品質表示基準というものが出まして、ここの中で日本国内にあるワインを3つのカテゴリーに分類するという、そういう形になりました。1つが日本ワイン ももううつがが国内製造ワワイイン、ン個が輸入ワインですで。日本ワインというのはですね、日本のブドウを日本で醸造、瓶詰めまでしたものを日本ワインと言います。で国内製造ワインというのはですね、あの海外からブドウやワインを輸入してそれを日本でワインにしたもの原料が海外ということですね。 なので、えー、国内で製造しましたということで、国内製造ワインと言います。で、輸入ワインというのは、もう、えー、海外でボトリングして、えー、日本に輸入したものということですね。大体の比率が、先ほど日本ワイン5%って言いましたけれども、えー、日本ワインが5%、国内製造ワインが、えー、日本ワインを除いてですけれども20、20%ぐらい。 ニューワインが70%ぐらいというのが今の流れです。で、今ですね、日本ワインの量っていうのはだいぶ増えてまして、15年から21年で1.5倍に増えてます。 ですごくあの人気あるんだったらもっと増えるんじゃないのって思うかもしれないですけれどもあの日本ワインを増やすためにはですねまずぶどうを植えないといけないんですねでぶどうを植えてから、えーまあ、実が取れるまで3年から5年かかりますでそれをワインにして流通するまでにさらに2年ぐらいかかりますので まあ人気が出だしたのが15年ぐらいだとすると,その,とその頃植えたブドウのワインがやっと今出てきているということですので今後この数字はもっと伸びていくと思いますもう一つはワイナリー数ですけれども2016年の時点で280全国にありましたあの日本酒の蔵は2000弱今1500ぐらいだと思いますけれども それが、えー、この5年間で、えー、413、今、ほぼ500ぐらいまで来ているという情報もありますので、えー、すごい勢いで増えているということになります、はいで。ここでですね、ちょっと急に出てくる感じなんですけれども、シャトー・メルシャンのワイン作りに対するフィロソフィーというのを、えー、出しました。 これあの日本を世界の名城地にっていうのが我々の、まあ、ビジョンなんですけれども、えー、この言葉におめあの込めた思いというのはですねさっきあのグラフを出したようにまだまだ日本ワインというのは、えー、国内でも非常に量が少ないです、まあ、この何年かで1.5倍にはなってますけれどもまだまだ少ないでこれをですね、えー、日本でちゃんとワイン作ってる国なんですよ っていうのを、えー、世界の人にも分かっていただいて、えーまあ、海外であの日本例えば10本ワインを集めて何かイベントやろうっていう時に、まあ、フランスイタリアチリカリフォルニアこの辺はもちろん入ると思いますけれどもあそういえば日本でもすごくいいワインが最近できてるよねって言って まあそこに日本ワインを入れようかっていうふうになっていくっていうのが、我々の今目指していることです。なので普通会社のビジョンとかっていうと、その会社の名前が頭にくると思うんですね。シャトーメルシャンを世界のなんとかってなると思うんですけれども、我々はやっぱりあの,日本,の日本ワインのマーケットをまず大きく健全に持っていくっていうのが、 我々の役割かなと思ってますので、まあ、こういう言葉を、えー、ビジョンにしております、はいで。ここまでが日本ワインのお話で,でこの日本ワイン、まあ、私もここの、えーまあ、当時は農芸科学って言ってましたけれども微生物を、えー、専攻していました。で、えー、ワイン作りをなりわいとしたわけですけれども、まあ、その、えー 20数年間の半生、まあ、というふうにご紹介いただきましたけれども、えー、ひょんなことから映画になりまして、まあ、ここに最後にご紹介したいと思います。で日本ワインを題材にした映画ということで「シグナチャー」という名前の映画ですでシャトー・メルシャンのフィロソフィーである「日本世界の名城地義」をサブタイトルに入れていただきました。 でここからはですね、えー、この映画を監督された、えー、柿崎雄二監督と一緒にやりたいと思います。あのここ、スライドご覧いただけると分かるように、もともと山形県のご出身で、私と同い年なんですね。で、えー、ボディーガードの会社を日本で初めて設立されて、さまざまな映画で賞を取られています。 ではあの柿崎監督どうぞ先ほど安藤さんのからお話ありましたけど、えーはいあえー、安藤さんがちょうどです、ね、東京大学を出られてから、えー、シャトーメルシアに入社されて、えーまあ、現在までの半生を。 映画にさせていただきましたあの映画自体はですねあの自分はあの2017年に「スケボーイズ」という日本ワインをテーマにした映画を撮ってるんですがその中にも安蔵さんをモデルとしたあ登場人物おりますえただその映画を撮る過程でですね、えーまあ、この安蔵さんを主人公主役にした映画をいつか撮りたいなと思いがありまして、まあ、この度2020年22年にですね 実現したとということですあのサブタイトルも「日本世界の名城地っていうことこれは非常に考えに共感しましてサブタイトルして使わせていただきましたこれがあの,ホームページの画像でですすねあのこれが私役です <laughs> あの平山博之さんという方であのテレビにはよく出られてる方なんですけど映画は初主演ですよね。 でこれが私の上さん役です <laughs> あの同じくですね勝沼にある丸富士不動手ってとこで醸造をやっていたああのまあ、醸造家なんですね。その他、えー、宮崎美子さんとか辰巳卓郎さんなど結構あのこの後あと一つお話しするテーマにしますけれども上におられる方が、えー、浅い 正吾さんと言って、私が入社した時の、えー、大先輩です。すごい、あの、日本ワインの、えー、まあ、牽引された方で、すごい尊敬できる方です。はい。あ、じゃ、これ、このあたりは柿崎さんから。はい、あの、これちょうど撮影中です、えー。これちょうどメルシャンさんの、まあ、分析とかされる部屋で撮影させていただいたんですけども。 映画はですね、あの通常、まあ、映画というと脚色をして面白おかしくするのが常なんですけどもあの基本的に安藤さんから聞いた話それからあのお借りした手記をもとに基本的にリアルにあの作りましたですので、えー、先ほどから出ている、まあ、MLF とかですねそういう言葉が出てきてもしかしたらあのご覧になる方で意味がわからないという方いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、分かりやすい言葉に変えずに。 まあ現場で使ってらっしゃる言葉を使おうということで、まあ、このように安藤さんにも常に近くにいていただいて、鑑、ま、賞、あ、していただきながら撮ったとということですあの映画の中では、酵母を扱うシーンとか出てきますよね、微生物に関するそうですねあの、本当にその辺も安藤さんから全部伺いながら、あの撮りましたあの今、自分、眼鏡かけてなくて、コンタクトなんですけど、これ、眼鏡かけてるのはですね、 あの撮影の期間1週間ぐらいワイナリーに張り付きで,で朝5時ぐらいからですね遅い時は10時過ぎまであの立ち会いということもあってあのもうコンタクトが目が乾いて入らなくなっちゃったんですねなのでメガネで,であのマスクしてるとメガネが曇るのでこう鼻が出てますけれどもこの写真鼻が出てるんで自分あんまり好きじゃないんですけれどもまあ こういう感じで、えー、一緒に、えーまあ、柿崎さんの横でモニターを見ていたということです去年の8月ですよねそうですね去年の8月ですね、まあ、先ほどのちょっと話つながるんですけど、まあ、非常にリアルにこだわったという中で日本の映画の99.9%がですねあの電気上公開作業の99.9%があの制作委員会というのが作られてましてどういうことかというと 20あるいは30、40の多くの会社がリスクを分散して投資をするという作り方をするんですね。となりますと当然、その20、30の会社の意向が入ってきますので、まあ、自分の作っている映画は我が社1社だけでやってますんであのでどこからの意向も受けずに自由に映画が作れるというのが特徴です。 でこれはあの、この映画がですね、えー、今年の1月に完成試写会があった後海外のコンクールに出展されたんですよねそうですね、これはちょうどあの、そのニース国際映画祭になりますねあの5月21日の表彰式に、えー、私もご招待いただいて、実は行ってきました。 あの5月の下旬っていうと、まだまだ海外渡航っていうのは、本当にあの、羽田から行きましたけれども、ガラガララでしたよねそうですね、いろいろあの手続きで、めんどくさいことがたくさんありましたけどもでこれあの、ニースあの、この写真だけ、フェイスブックとかに上げるとです、ね、日本で撮った写真だと思われるんですねあの、これは正真正銘、ニースで撮った写真です。ね あのこうフェイスブック上げてて、海外行ってきたんだよって言うと、えーってみんなに言われるんですけど、まあ、そういう写真です、でこの時はあのこのトロフィー受賞ではい、い、あのー、もう皆さんお分かりだと思いますけど、このワインの本当にあの本場であるフランスの地で、えー、日本ワインの映画が最優秀作品賞を取れたということは、非常に嬉しいことですね。 であの私が持ってるワインがですね桔梗ヶ原メルロシグナチャーというワインなんですねで桔梗ヶ原メルロっていうのは、えー、長野県の塩尻市にある桔梗ヶ原というところのメルロを使っているさっきあのワインの特徴の中で産地と品種っていうのが特徴になってますよってお話をしました。あのキキョウガハラメルロ の中で特別に仕込んだものにシグナチャーという名前が付きますで。このシグナチャーというのは醸造担当が品質 OK ということでサインをするということでこういう名前が付いてます。そのワインを持っています。はい、あの真ん中は平山さんですね、主演の。あの平山さんもこの会場におられたんですけれどもあの写真がここにありますね。 じゃあ,次をあこれがみんなで撮った写真ですねあのいわゆるレッドカーペットの上ですねあの平山さんの隣にいるのが私のまあふかみさんって呼んでるんですけど妻ですでその隣がかみ、えーまあ、さんを演じた竹島由さんですあの竹島さんもトロフィーを持ってますね そうですねあの、パリ国際映画祭と同時開コロナの影響で同時開催だったんですけど、そちらのほうでの、えー、最終女優賞を頂戴いたしましまたすごくあの5人で撮って、あのこの会場では皆さん、食事をしながらでしたよね、はい、夏もう5か月ぐらい経つんですね、な懐かしいです、ね、そうですね、あのまだあの公にはご報告してないんですけども。 11月の12日からですね、えー、ローマ国際映画祭にもノミネートされまして、まあ、映画の公開中なんですけどもなんとか公開中に、まあ、10冠達成をしてい、えー、きたいなというふうに思ってますそうそうなるといいですねはいじゃあ次お願いしますで少しあの柿崎さんとお話をしたいんですが、えー、この映画を撮ることになったきっかけというのはじゃあさっき少し 言われた続きをはいあの浅井さん浅井臼輔さんという方あの,、まあ、あの先般お話しましたあの「臼輔ボーイズ」という映画はあのイタリアの新進、まあ、経の醸造家のバローロボーイズにちなんでここ、えー、浅井さんを慕ったあの若者たちの物語ということで「薄輔 <laughs> ボーイズ」という映画だったんですけどもその映画を撮ってる、まあ、最中にですね、まあ、本当の浅井さんが託したか 方といいうのはこちらにいらにっしゃる安蔵さんなんじゃないかなっていうふうにちょうど本当途中からいろいろと思いが湧いてきましてで映画を撮り終わって、まあ、公開した後いろんなご縁があってお付き合いする中でですね、まあ、浅井さんとの最後の別れであったりそれからあの浅井さんが安蔵さんに託して伝えたかったもの、まあ、今日のテーマでもあるあの発光と腐敗にもちょっと関わるかもしれないんですがあのー 浅井さんが安藤さんに紹介されたニュージーランドの素晴らしいワインプロビダンスというんですけどもそれがなんとアリューさんを使ってなかったとでまあそのアリューさんを使ってなかったということが素晴らしいワインになった理由の一つではあるけどもあのそれが全てではないんですが浅井さんが紹介されたところそ,のそれが全てであるかのように出回ってしまってそれを後悔されているとまあそういうことのを含めてこの映画の中で。 薄毛ボーイズに対比して、えー、描きたいなと思いましてその浅井さんの素晴らしさっていうのはまさにそういう,うところとあとはやはりあの入社1年目の安蔵さんに非常にお話を伺うとまあ目をかけられてた先見の目があるとで1970年代まだ日本ワインが本当にあのちゃんとして将来があるかないかわからないような時期にですね えー、長野県の塩尻というところで,です、ねまあ、北米原産の,そのコンコードとかナイアガラしか栽培されてなかった農家の方々に、まあ、いわゆる欧州の品種であるメルローに会食してくれと説いて回られたこれも本当に先見の明がありますしまた非常に文章を書かれて多くのことを残されたと本当にあのまあ自分が今までやってきたジャンルとは全く違う世界のお方ですけどこれは本当に尊敬できるお方だなと。 でまあ、映画作りというのはあの自分が感動して将来残していきたいということを自分は映画にしたいと思ってますのでまさにそういう思いが募ってできた映画ですねはい、アサイさんという、まあ、あの2017年の18年ですか、ウスケボーイズは18年え17年撮影、18年公開です 18,、はい、18年のウスケボーイズというあの映画はですね これなんですけれども、あの浅井章吾さんのペンネームの康が、えー、由来になってます。こ,この時もあの俳優さんはあの今回と共通の方が何人もおられますよね。主演はあの渡辺大さんと言いましたね。あの渡辺健さんの息子さんです。で、この映画と、えー、今回のシグナチャー、えー、どちらも浅井康さん、まあ、浅井章吾さんが、えー、まあタテ糸というか。 すごく重要な方で出てきますでさっきのスライドにありましたけれども浅井さんはですね、えーまあ、1930年昭和5年生まれなので昭吾さんという名前なんですけれどもあの、まあ、私がボルドーに駐在している2002年に、えー、あの急,な急にがん、えー、になりましてお亡くなりになってしまったんですけれども。 えー、亡くなる直前に、まあ、自分はもう、えー、あと3ヶ月っていう宣告を受けてたんですけれども、えー、若手のワインメーカーに、えー、自分は言いたいあの、伝えたいことがあるのでっていうことで、藤沢,であの藤沢市で、あの若手のワインメーカーを集めて、あの講演会をやったんですね、もう亡くなる、えー、5, 5ヶ月ぐらい前ですかね。 これは、あの、薄毛ボーイズにも、あの、そのシーンが出てきます。はい、あの、浅井さんという方は、自分、あのこ、こちらを卒業してすぐメルシャン入って、浅井さんと知域を得たわけですけれども、非常に、あの、素晴らしい先輩でした。で、まあ、浅井さんという方のご紹介でした。で、もう一つ、柿崎さんに、日本ワインに期待することっていう、 あのご質問を用意しているんですけど、いいかかがでしょうかはい、あの自分も日本ワインの一人のファンとして、ですねあの先ほどお話出ているように、本当にこれからどん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 皆さんが親しめるようなお酒になってもらいたいと思ってますし、あのもうすでに、ですねあの、まあ、土,地に土地土地、国によってその、なんていうんですかね、合う合わないはあると思うんですけど、食べ物とかにですね。 でも日本ワインの本当に一部はフランスやイタリアのアメリカの素晴らしいワインと全く肩を並べられる実力があると思ってます。あの世界のワイン全体がまあ5000年6000年もっとあるかもしれませんけどそういう長い歴史の中培ってきたものを、まあ、アメリカはおそらく100年ぐらいでそこに近づいたんでしょうけどもでも日本ワインはまさに浅井さんの教えを受けた安蔵さんたちの世代が20年20数年でここまでしてきたのは素晴らしいことです。 ですので、す、ま、のあと5年かかるか10年かかるかわかりませんけども本当に世界の中で、えー、日本ワインが一つの世界のワインの一角を占めるようになるというのが、まあ、自分のの本当の願いですねあの。期待に応えられるように頑張りたいと思いますすごい重いですけれどもねで最後にですけれども今日はあの農学部の公開セミナーということで、えー、私もあのこちらの農学部の出身ですあのまあ 色々な、えーまあ、東大の場合駒場から本をくるのにいくつも選択肢があるんですけれども、えー、自分その時のことを振り返ってみても本当に農学部来てよかったなっていつも思います。本当農学部合ってるんですね。で今日のお話でもあの、まあ、町内フローラのお話あるいは食品の、えー、お話。 あの農学部の中には微生物、生化学、食品、まあ、これ以外にもいろんな分野があります。で、農学部っていうものの、まあ、存在意義というか、これはあの、まあ、21世紀に入って、自分はどんどん増してると思うんですね。で、この農学部っていうものに対して、なんか柿崎さん、イメージというか、あのまあ、期待することっていうと、上と同じになっちゃうんですけれども。 何かあの思われれることがあれば、はい、あの今日あの先生方のいろいろお話を伺ってですねいや本当にあの、まあ、発酵とか微生物とか奥が深いなと思いましたしあのただ自分はやっぱり思うんですけどもあの今日お話にあった腐敗ですかワインもまあ何でも自然のまま取って何でもとりあえずぶち込んでとりあえず発酵すれば酒だろうということでは、まあ、それはまあ言い方悪いですけど腐敗とか。 にになななるんじゃないののかなと自分は個人的に思ってましたのでやはり管理をして、まあ、安藤さんが言われているようにしっかりとこうやって分析をされてです、ねえー、作るものが大事なんじゃないのかなともちろん人によって好みはあると思いますがそういった意味で、あのーまあ、今ここで勉学に励んでいらっしゃる皆さんの将来というのは非常にその我々の未来に関わってくるんじゃないのかなと思いますね。 ここはあの、えーまあ、化学化け学系のことを書きましたけれども他に環境であるとかあと何、えー、ですかね森林であるとかそういうのもあの幅広い研究分野ですのであの言われるように本当にあのよく言うんですけれどもあの、まあ、これ伝説なんでしょうけれども、えー、大昔、えー、ブドウがなってるとこで猿がブドウを取って どっかに貯めといたら、自然に発酵してワインになって、それを食べた猿が酔っ払ったっていう猿酒伝説っていうのはあるんですね。なので、あの、よく聞あの、耳にするんですけれども、ワインっていうのは潰しておいときゃワインになるんだよってよく言われるんですけれども、もしそんな簡単なものだったらですね、私は失業すると思います。あのアルコールはできますけれども。 そんな作り方ではもちろんワインと呼べる代物ではなくなるわけですのであの今日のまさにテーマにあるように、えー、発酵か腐敗かあのこの線引きも多分人間の感性によるものだと思いますし同じさっきあの、えー、山膜酵母で発酵となる場合もあるし腐敗になる場合もあるって言いましたけれどもその微生物を制御するっていうところに 関わるのも人間なんですねあの自然から見ればですね人間がおいしく感じるかどうかはもしかしたらどっちでもいいことかもしれないですけれどもやっぱり人間が口にする人間が、えーまあ、発酵を管理するということで見るとやっぱりあの農学部はそうだと思いますけれどもあの人間の、えーまあ、人間を相手にした学問だなというふうに思います。 こんなところあそうかさあウスケボーイズのはさっき出ましたよねはいあの今日はあの前半あのワインの微生物のお話真ん中が日本ワインで最後に日本ワインを題材にした映画のお話ということでご清聴ありがとうございましたありがとうございました。